礼、実況ですよ、ちゃんと。待ってる間にね、朝ごはん食べてたんですけど、それが、口の中入ってるもんが食べ終わる前に、出発しちゃったんで、ね、ちょっと咀嚼をしてました。完全に、セカジーがモデルですね、このボルガノスは。もう、見た目だけでわかるわ。結構ね、フロンティアとセカジーでやっぱ、ヒプノックもそうでしたけど、見た目違ったんですよね。グワ。何回も見た俺にはわかる。俺は、セカジーのポリゴンのボルガノスだ。お前もその尻尾振りやるようになったのか。こいつはめちゃくちゃ這いずりがめんどくさかった覚えがあるな。いけ。でもガノトトスの方が威力があったような気がするね。あの尻尾で。まあさすがにボルガノスはね、撮影はしておこうかなと。感じですね。ダウン成功か。ちょっと合わなかった。こいつは全体的にあんまり柔らかくないのが特徴ですが、まあ、弾かれるところもないんで、適当にやっていけると、突進の当たり判定強化されてそうですね。あそこで武士道が発動するってことは。ガノトトスの悪空間判定とは逆に、こいつは別の意味で、当たらない意味での悪空間判定じゃねって感じだったんですけど、強化されてそうですね、ボッタックル。今地面に打って潜ろうとしてた。一瞬だけしか 見えなかったけど、これは通信がやばい予感が。疲れてただけかい。いや、めちゃくちゃ切っても全く反応を示さないでぼーっとしてたんで、もしかして通信切れたと思ったけど、そうでもなかった。まあ、まだみんなさすがに怪物だろうからな。そんなバンバンひるませるってことはできないのかな。っていうかもうなんか体の、ああ、これは疲労がしてるからか。体のツヤが、ツヤツヤが取れると、瀕死っていうのが今まで、サインだったんですけど。今回は、疲労になったら、ツヤが取れる。カサカサのお肌になっちゃうんですよね。ツヤツヤっていうか、もはやヌメヌメって感じ。表面をなんか溶岩だかなんだかが滴ってるような。結構頭らへん柔らかいですね。ちゃんと弱点になってるのかな。でいけ。ちょっと無理するけどなんかこれ。てか怒ってるし、いつまいか。ノリによる2回だったっけ。ちょっとパッと見ただけだったんでよくわかんない。てかあのジャンピングベレスやってこない。あっという間に終わっちゃった。さすがに4人だと早いな。ガノトトスの緊急なんか一人やったら普通に15分くらいかかっちゃったのに、ね、まあ油断して一回死んだせいでもありますけど。やばい、鼻声かな。ちょっと風邪ひいてはないはずだけど、
初めて古びたお守り引きました、今。あとこのルリゲンジュも初めて引いたな。トーネス石炭。ここ、ないじゃん。俺のところではないな。装備どうすっかな。また4の時みたいにとりあえず作れる上位防具寄せ集めでなんとか切れ、砥石高速化くらいは発動させてね。武器はどうすっかな。キークエだけやってるとねなかなか作れないよね。数値大きいけど、なんとも言えないやつ。体力なんて、飯食っておまけ術も発動させれば、いらないですからね。おっと、すいません。ではご視聴ありがとうございます。あ、ちなみに、野良ですがちゃんと撮影許可は得てました。はい、それだけです。では、ご視聴ありがとうございました。